皆さんこんにちは、佐藤久典です。この度舞台鬼滅の刃に湯城役で出演させていただきます。舞台はですね、1月の18日から、始まります。この作品はですね、少年ジャンプで連載されている作品なんですけど、もともと僕もずっと初期から読んでいまして、とっても大好きな作品で、今たくさんの方に愛されている作品ということで、本当に出れることを嬉しく思います。僕が演じる湯城という役はですね、鬼なんですけども、はい、一緒にいる玉代様という方に、自分の命をね救ってもらいまして、その方に全てを捧げたいという、その人が全てだというね、男の子っていうか男でございますね。はい、僕もその湯城という役が、とても魅力のあるキャラクターだなと思ってたんで、はい、本番見てもらえるのが楽しみですので、はい、稽古を頑張って行きたいと思います。はい、神戸でもやりますので、皆さんよかったら、楽しみにしていてください。全力で頑張ります。というわけで、佐藤久典でした。さようなら。